こんにちは、ルノスです。今日紹介する一冊は、カナダのマニトバ州ウィニペグにあるマニトバ大学の環境学部の名誉教授であるスミル・バーツラフ氏の著書であるグランドトランジション、現代の世界はどのように作られているのかという書籍の内容を紹介していきます。まず大きな前提として、現代の世界は4つの大きな変遷が起きた結果であると環境科学者である著者は述べています。これらの4つの変遷は、少なくとも地球上の人間の人口の約半数にとっては、以前より安全で健康的で経済的に豊かな世界をもたらしましたが、同時に急激な環境破壊行為の発端にもつながったと彼は述べます。19世紀半ば以降、特に先進国間では生活水準が劇的に向上しました。例えば当時は収穫量が少なかった農業から大規模な機械農業への変換や、肥料の使用を開始するステージに向かう農業革命が起きたことで、それ以前の全近代社会を世界的に悩ませていた飢饉に終止符が打たれました。しかしその一方で、世界的な問題であった食糧危機問題、飢餓に終止符が打たれた結果、多くの先進国、特に富裕国での高齢化に伴う人口動態の大幅な変化、貧困国での急激な人口増加が発生し、19世紀半ばから2世紀半にわたって拡大した人間の環境への配慮が伴わない大量生産、大量消費活動の影響によるエネルギー消費の劇的な増加などにより、地球は徐々に老化していると著者は述べます。19世紀半ばまでは、磁気量生産、輸送、建築物などを世の中に供給する際のエネルギーを動物や人間が主に供給していました。家畜を使って農業の質を高める絵を想像していただければ分かりやすいかと思います。多くの物理的、言い換えれば大量に体力を消費する生産活動をメインとした生活によって、人間の寿命は現在よりもかなり短く、また飢饉や疫病、戦争による健康リスクの発生は絶えませんでした。そんな中、人間や動物のエネルギーから生産活動を物理的に行う必要がなくなる機械への生産活動への転換点は、19世紀後半にイギリスの産業革命を起点に起こりました。それ以前は何千年千歳もの間、人類は木材などエネルギーの保存が難しく、持ち運びのできない植物性のエネルギー源に多くの生産活動を頼っていたが、実態として平均的に使えるエネルギー量は少なく、廃棄物も多かったのです。その状況を一気に変えたのが、世界的に広く入手可能で安価な化石燃料を使った生産活動が始まったことであると著者は述べます。その結果、多くの国で急速な経済成長と農業革命を引き起こし、急激な人口増加と都市化に拍車をかけました。また石油、ガスを利用した世界の市場は、その恩恵として工業経済、その後サービス経済と情報経済をもたらしました。その結果、北米、欧州、日本、オーストラリア、そして最近では中国などがかつてないほどの豊かさ、健康、安全を享受しています。少し大昔の話に戻りますが、紀元前1万年頃には、当時数百万人の人々が地球上の居住可能な大陸でハンティングをメインとした採集生活をしていました。そして紀元前4000年頃には、地球上の人口は約1000万人になっていました。この時期から徐々に採集活動を終え、人類は定住型の村社会をベースとした農業共同体をどんどん作っていきました。特に海岸沿いや緑の豊かな場所では、乾燥地や山間部に比べて生活がしやすく、食生活もより豊かになりました。その後の変化はより大きく、より高速になっていきます。紀元前500年頃には、世界人口はすでに1億人に達し、人々は主に複雑な定住社会で生活するようになりました。そんな多くの社会的な交流がベースとなる村社会が19世紀頃まで続くわけですが、注目するポイントとしては、この期間、ほとんどの人は子供時代を生きられませんでした。そのため、19世紀頃までは、出生率が高くても、地球上全体の平均的な人口は安定していました。それが、19世紀後半になって、
安価な石油ベースのエネルギー、公衆衛生の向上などにより、人口増加が一気に加速し始めました。そして、過去100年間に、ほとんどの国が出生数の減少、乳児死亡率の大幅な低下、寿命の延長が可能になったステージへと移行を果たしました。例えば、1850年から2000年の間に、西ヨーロッパ、北米、日本といった先進国における平均寿命は一方的に伸び続け、男女ともに平均して約40歳から約80歳に倍増しました。その結果、多くの老人を支えるための社会が形成されるような傾向が先進国の間で発生し始めました。いわゆる高齢化社会の始まりですね。問題は高齢化社会後の急激な人口動態の変化にあるとも言われます。例えば日本では21世紀半ばまでに人口の4分の1が減少すると言われています。そして予測では2040年には80歳代の人々が子供の数を上回ると言われています。同様に中国では今世紀半ばには65歳以上の高齢者が人口の4分の1以上を占めるようになると言われています。このような人口の高齢化はエネルギーや食料の需要を減らすというエコな側面がある一方で、経済、主に供給活動の水準に対して大きな問題をもたらします。通常高齢になればなるほど体が弱くなり、より多くの公的資源を必要とします。国の全体的な労働者の数が減れば、経済規模は急激に小さくなり、退職金や医療費が増大して成長する展望も望めなくなります。そんな先進国における高齢化社会といった問題が台頭する一方で、地球の多くの国は未だ発展途上であり、その理由から世界的に見ても、世界的な人口は以前よりも急激な増加傾向の一途をたどることでしょう。結論、世界の人口が1億人から10億人になるまでには、紀元前500年頃から1800年代初頭までの約2000年以上という長い期間が必要でしたが、その後の200年間という10分の1の期間で以前のペースの 600% 増の60億人に一気に達し、2100年にはなんと100億人に達すると言われています。次に大規模農業が世界を急激に都市化に向かわせた話を紹介していきます。かつて農業はほとんどの国の国内総生産の大半を占めていました。例えば1800年までの米国では全雇用の少なくとも4分の3、つまり 75% ほどの人口が農業関連の仕事をしていました。現在、農業はアメリカの労働人口の 2% にも満たないという急激な変化が起きた一方で、収穫量は当時と比較した 400% も増加しました。この発展により、国内の飢饉はほとんどなくなりました。その一方で、すべての豊かな先進国では率直に言って国民が食べられる量を大幅に上回る食料を生産し、消費しきれず廃棄してしまっています。石油、機械、殺虫剤、除草剤、肥料は農業生産高を増加させ、必要な労働力を桁違いに削減しました。現代で AI に仕事が奪われると言われている状況が、当時は農業の機械化によって起こされた形になります。労働人口を急激に減少させることに成功した効率的な農業ですが、消費エネルギーの総量に関しては増加の一方をたどっています。一般的にエネルギー排出と聞くと工業を思い浮かべますが、農業の機械化による効率化に伴う多くのエネルギー排出量も問題視されています。具体的には森林破壊、リン酸塩や窒素の流出による海や湖の汚染、そして主に食肉生産による膨大な温室効果ガスの排出などの問題が挙げられます。また世界の食肉産業は世界の抗生物質の使用量の約 80% を占めています。これは医療用の抗生物質の使用量を圧倒的に上回ります。農家は主に鶏、豚、牛の成長を促進するために抗生物質を使用しています。このような抗生物質の御用は悪い耐性を持ったバクテリアを生み出します。抗生物質に耐性のあるバクテリアは疫病の発生に貢献し、たびたび世界の人口を
深刻なリスクにさらしています。また豊かな先進国では生産した食料の 35% から 40% が無駄に廃棄されています。過度な食料の供給はアメリカをイメージすればわかりやすいですが、多くの過食の生活習慣を引き起こし、結果として肥満や糖尿病などの健康上のリスクを一気に引き上げます。次にエネルギー消費を改善するための新エネルギーへの移行に関する事実について紹介していきます。現在多くの先進国では一般家庭や電化製品の効率が向上し、風力や太陽光などの再生可能エネルギーの利用が増えた結果、先進国では一人当たりの石油などの化石燃料への依存度が低下しています。しかしインドやインドネシアやブラジルなどといった発展途上国が抱える何十億人もの人々の潜在的な大量消費ニーズや、世界の工場と言われてきた中国をイメージしていただければわかりやすいですが、化石燃料を前提としたグローバルなインフラや経済発展が先進国への仲間入りをするための必須条件であることを考えると、世界的な再生可能エネルギーへの移行は楽観論者が期待するよりもはるかに長い時間を要すると考えられます。世界のエネルギー消費量に占める石炭や石油の使用量はピークを過ぎ減少に転じていますが、世界の大部分の地域では未だに化石燃料へ向けた移行期間が続いているというのが現実です。彼らが貧困から抜け出す唯一の道は、これらの燃料をさらに大量に使用して世界の工場になるという道を通らなければいけないのです。その上で自然エネルギーへの移行のハードルの高さと世界の貧困層の巨大な消費ニーズとが重なり、2050年までに排出量をゼロにするという希望は失われていますと著者は述べます。自然エネルギーへの移行はこれまでのところ人間の化石燃料に対する依存度をほとんど下げていません。豊かな欧米先進国の消費者は電気自動車や屋上のソーラーパネルを導入したとしても、大量の石油やガスを消費することでしか生活水準を高めることができない発展途上国の人々が豊かになりたいという気持ちを否定することはできないのが現状です。実態として2019年の時点で化石燃料は現代の一次エネルギー供給の 85% 近くを未だ占めています。自然エネルギーへの大規模な転換を促すには、世界の国々、特に先進国、非先進国間での利害関係を乗り越え、協力して大規模な取り組みを行う必要があります。結論、250年かけて得られた物質的な利益の見返りは膨大で、地球規模での協力が必要になるでしょう。そんな残酷なデータが示す現実の世界が直面する問題を解説してきた著者ですが、最後に、人類はこれまでもそうであったように最終的には適応して生存に向けた道を見つけると楽観視して本性を得ます。本質的に大切なのは、全ての人間が根底として持つ睡眠欲、食欲、性欲の次の次元として存在する物質的な消費欲求を満たすことができる何か他の存在を開拓できるかというのが個人的な簡潔な感触ではありましたが、皆さんはいかがでしたでしょうか。この機会に自分には関係ないという利己的な価値観に対して疑問を持ついいきっかけとして利用していただければ幸いです。それでは素敵な一日をお過ごしください。